はい、どうも、滝です。というわけなんでね、2200昇格戦です。で、もう8人のガチアゲルパワーがね、もう2230ってね、もう圧倒的に高いんでね、ちょっと味方任せになっちゃうところはあると思いますが、頑張ってやっていこうと思います。いや、本当にね、もう一度その昇格戦をね、もう逃してきた人だからね。うん。ここでは、もう絶賛して勝ちたいところ、相手には厄介な武器が多すぎるな。いや、クソやれないのか。今の相手がダメージ食らってたから倒せると思ってたんだけど、ディアグラが、そして相手はね、もう疑似角1の竹にね、もうコンボがつなげる、もうね、ロンネクとね、あとはまあヤグラで普通に強いローラーとかがいてね、本当にかなり厳しい、本当に厳しい。やばい、これはまずいな。しかもバッテラってすごいカウントが進めづらい場所でもあるんで、多分、だから本当に、厳しいんですよね。本当に味方任せになっちゃうから。オッケー、とりあえず一体やって、多分後ろから来てるかな。オッケー。まあ、関門は突破されちゃうけど、ここでやって、あとはロング。あ、ナイス。オッケー、味方ナイス。からの、でもノバはね、矢倉乗れない。うん、単射程だから。まあでも、ちゃんとね、乗んなきゃいけないところではちゃんと乗ろうと思います。はい。助ける、オッケー。あー、でも味方やられちゃった。でも、うまいこと進んでる。ナイス。まずはこの関門突破していこう。この関門突破すれば方法さなくなるから。相手の動きを読んで、ここでスプラッシュボム。相手結構そっちからかな、そっち側から攻めてきてるから、ここでちょっとイカスペア使います。じゃあ、嘘、アホ。大丈夫。ここで爆発して、あー、クソ。うちしか生きてない。まずい。味方がスパジャンできる環境を整えます。まずい。これは死ぬ。くそ。ごめん。味方。ごめん。ナイス。ここまで引いちゃうとね、さすがにスノーファン来た方が安全か。くそ、竹が。竹がね、きついよね。でも、矢倉進んでない。大丈夫。39か。でもバッテラな。ちょっとやればね、ノックアウトはできちゃうんだよね。カウント進めづらいけど。進めづらい分、本当に有利状況を取れば結構楽にノックアウト取れちゃう場所ではあるから、そこは難しいところ。何回言う？だがしかし、ロングとの戦いはノバが制せるはず。うわ、クソ、マジ。もうごっちゃごちゃですね。はい、いやでもこれはリードされちゃうな、多分。いやー、これノックアウトコースだな、多分。ノックアウトフルコースですね、多分。これしゃあない。これしゃあないっす。切り替え。切り替えないと。うっそ、今のボブ消えんのはないだろ。おい、おかしいだろ。今のでボブ消えんのはおかしいだろ。おい。いや、でも相手これ多分、ガチパワーが高いから多分そんな下がんないはずなんだよね。多分、次勝てば、ここで下がっても次勝てば多分2200乗れるんだから。うん、切り替えは必要です。はい。いや、まあ、まだね、負けたわけじゃないからな。なんなら負けたわけじゃないから。ローラーが怖い。ローラーが非常に怖い。このロング。オッケー、竹。これ、相手の武器編成がただただすげえ強えんだわ、しかも。いやー、2200昇格戦でめっちゃここまでね、テンパってるとね、泣けてくるよね。もうこれよりね、もう2500とかいってる人はね、すごい、うまいんだよね。でもここで相手オールダウン、ナイス。うわ、私何もしてない、さすが。頼む。まあ、まだチャンスあります、だから。そこのローラーがどう来るか。カーリング来たところは多分ほぼほぼ来ると思う。覚えておいた方がいい。多分下ない？下にカーリングが来た。来ない？投げます。スプラッシュ投げて、エクソン味方に落ちちゃう。オッケー、絶対来ると思ってた。オッケー、なんとか2落ち、相手を2落ちまで追い込んで、ここはうまいことイカスピアを。相手の竹と、全部厄介だな。全部ヤグラ強えな。止めんのに。相手防衛がすげえ強え。オッケー、とりあえずやって。オッケー、ここまで来た。はい、いける、頑張れ、頑張ろう。そこ
後の竹、その後竹芝く、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 ありがとう。よかったいや、これはさすがに2100いったでしょ。今2197なんで、これで、うん、もう前回のように泣くことはないです。はい、もう16キルとか本当ありがとうございます。ありがとう。てかなんで13しか上がんないのまあ味方のガチパワーが強かったんですね、多分はい、というわけなんで最後までご視聴していただきありがとうございました。